はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回は証明問題、これね、やっていきますので、まずここで一回動画止めていただいて、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、ね、不安な要素があれば、今からね、自分がこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずこの問題っておかしいな。この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回証明なんですけど、合同の証明したりとかっていうパターンではなくって、三角形 AFC、この部分ね、ここの三角形、こいつが二等辺三角形であることを証明しなさいっていう問題です。で、まず最初に与えられている条件確認していくと、まず AB、まあ、小なり AD、つまりこの横の方が、まあ、長い長方形ですよって言ってて、対角線 AC、この部分を折り目として折り返しましたと。つまりこう3とこの部分、ここをこういう風に折り返してきた感じだね。で、D がもともとあったこの部分が E にやってきましたよって。で、AE と BC との交点 F にしましたよと。で、さっき言った三角形 AFC が二等辺三角形証明しなさいという問題です。で、まあ、このね、三角形が二等辺三角形であることとか、この四角形が平行四辺形であることを証明しなさいっていうのをわりかしね、出てくるんですけど、二等辺三角形っていうのは結構やりやすくって、なんでかっていうと、例えばね、この三角形が二等辺三角形であることを言うためには、やり方は二つです。何かっていうと、辺で勝負するか、どこか二つの辺の長さが同じだったら絶対二等辺三角形でしょ。だから辺で勝負するか、角度。どこか二箇所の角度が同じだったら二等辺三角形って言えるので、辺か角度かどっちで勝負するかはまず見当をつけます。で、その見当のつけ方、まあ大体ね、パッと見たらわかりやすいですけど、この問題、辺の長さ一個も与えられてないんですよ。例えば縦が4センチとか何も書いてないんだよね。で、辺については基本的に辺の長さが書いてなかったら勝負できないです。だから、もうこの問題、辺がないので、じゃあ角度で勝負しようっていうタイプ。で、今 AFC、まあ、図がありますけど、これまあどう見ても角度どこかって言ったらここで勝負したいよね。その2箇所、赤の場所が同じってことを言えれば、あ、こいつ二等辺三角形なんだなと。じゃあ、そこが同じっていうことを言うために、じゃあどうしていこうかなって。その結論、目的から逆算していくの。このね、三角形の二等三角形を、証明したい。じゃあどこの角度で行こうかな。じゃあこの角度で行こうと決めました。じゃあこの角度が同じっていうにはどうしようかなって。まあ、逆算して今そこまでやってきたと。で、どうするかっていうと、まずですね、その折り返す問題。よかった、折り返してきましたよね。で、これ前も折り返す問題やりましたけど、折り返す問題っていうのは、ほぼほぼ、その元々の場所と移動してきた、まあ、折り返してきた場所が同じっていうのを使います。例えば、ここ、もともと90度ですよね。で、折り返してきた場所だから、ここも90度なんですよ。戻したら重なる場所だから。まあ、今回この90度使わないんだけど。で、例えばあとは、ここです。この場所、と、この場所の角度って同じですよね。もともと折り返した後、折り返す前だから。ここ同じになります。で、今回これ使います。いい？折り返す前と後だから、この青が一緒だと。で、もう一個。もともと、これ長方形なので、AD と BC、平行ですよね。ここ平行になってるところ分。ってことは平行あるから、よっしゃ来たと。錯覚の Z 使ったろうと。もう逆 Z なんですけど、ここね。Z、まあ、逆の Z が書けると。つまり尖ったこの場所と、この場所の角度は同じなんです。錯覚だから。っていう二つを見つけられれば、今、こことここ一緒ね。丸と丸一緒ね。つまりこいつが間に入ってくれることによって、こことここ同じって言えますよね。いい？ここが一緒で、ここが一緒だから、ここが繋ぎ役で、これも一緒になるみたいな感じ。オプション、オッケー、言えた、言えたと。じゃあ、あとは文字に起こしていきましょう。といった感じです。
で、まあ、この手の書き方は結構ね、先生によって書き方が違うので、まあ、もし自分は今から書きますけど、いや、なんか、塾の先生とか学校の先生とちゃうで、みたいな。なったら、その学校の先生とかに合わせてください。多分自分の書き方をしても罰は食らないと思いますけど、特に定期テストの時はね、先生が、テストを作るので、まあ、そっちに合わせた方が安全かなと思います。で、まず、その折り返す前と後が同じっていうのを言いたいので、自分それ三角形をね、書きたいタイプなの。折り返す前と後ね。で、前の三角形が、ACD か。ACD と、一応合わせたいんで、ACD と ACE だね。ACE について、ちょっと待ってね、言葉長いんですけど、折り返す、前と後で、対応する。つまり重なるってことね。で、今回角度のことを言いたいので、対応する角は、等しいので、まあ、同じなのででもいいけどね。等しい。つまり、その今見たこの三角形、この部分とこの部分で折り返す前と後、対応する重なるとこって同じですよねって、まあ、当然のこと書いてるだけなんですけど、同じなので、まずこの青ね、こことここ。だから三角形、角 CAD と、CAD イコール、合わせたいね。CAD だから CAE か。角 CAE と。で、自分はね、番号つけてる人なんでつけてくね。で、これ1番やと。で、今、この、ここと、ここが同じっての言えました。で、次、丸の方行きますね。こことここ。で、ここはさっき言った錯覚、あと、あれや、いや、錯覚だ。が一緒なので、まあ、平行線の錯覚とか、AD 平行 BC の錯覚とか書いた方がいいと思うんですけど、一応書きましょうかね。自分はいつも錯覚よりだけで書いちゃうんですけど、一応書きましょうか。AD 平行 BC の錯覚より、各 CAD イコール、こっちのね、CAD だからどうしようか。ACB にしとこっか。あ、ACF にしていい。ここね、ACF。ここの丸の部分。が同じですよ、と。で、この、ここがつなぎ役になってくれて、ここ一緒でね、丸一緒だから結局この二つ一緒でしたと。つまり、1、2より、ここ間違えたらまだ、間違えたらまずいな。CAE、角、CAE イコール、角 ACF。ここね。ここと、ここが同じですよってことが言えましたと。で、すっごい細かいことなんですけど、自分これでいいと思っちゃうんですよ。思っちゃうんですけど、今、三角形 AFC について、ここね、書いてるじゃないですか。まあ、最後証明したいっていう話なので、これ ACF は、ここ、まあ、三角形 AFC、この3つのアルファベットを使って表してるからいいんですけど、CAE の方って、CAE、ここのこと表してるんですけど、この三角形で言うんだったら CAF の方が本当はいいんですよ。ね。あ、同じこと言ってるんですよ。言ってるんで。で、一回だけね、昔自分の生徒がこれで書いたら、いや、これは三角形。このこと言ってるんだから F にしなきゃダメですよって一点減点食らったことがあるのね。で、まあ、自分はちょっとそれ納得いかなくて抗議してもらったんだけど、ダメでやっぱひっくり返んなくって。そう。まあ、その経験があるので、もしあれだったら、そのね、学校の先生がそういうこと言ってたと。AFC について書いてるんだからアルファベット合わせろとちゃんと。いう先生だったら、ここで寄って書く CAF ってここ。直してください。もう一行書いたりね。した方がいいかと思います。ほんと細かいんですけど。こういうのあれか、カッコすると、答えだけ見た方はパニクるからちょっと消しとくね。で、これによって、まあ、これ言えたから、よって、二つの、角が、等しいので、まあ、角ね、二つが等しくなったから、三角形、AFC か。AFC は、二等辺、
よいしょ。三角形だと。よいしょ。これで終了となります。なんで方針としては、まあ、使ったのは折り返す前とあと一緒ですよねって。あと平行線の、まあ、錯覚だよね。が一緒で、一つこいつをつなぎ役にして角度同じって言えましたと。だから二等辺三角形でしたよっていうタイプなので、慣れてない方でちょっと難しく感じると思うんですけど、実際テスト出てきた時には、数学苦手な方とかも結構取ってほしいと思ってしまう自分はレベルの問題なので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この証明問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、透析変形といって、同じ面積のね、三角形とかを探す問題を、まあ、本編でも撮ってるんですが、それやりますので、よかったら次回の方も見てみてください。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。